愛は犬を愛する犬だ。某アニメに出てくる。犬が引っ越してから、とりあえず何でも破壊破壊。破壊破壊したものは数知れず、被害総額は40万になったらしい。マジでパピーの頃と同じくらい。目が離せなくなって、母も発狂した。知って 日々を数ヶ月過ごしてたんだけどようやくドクランという存在を思い出した父と母が毎週末連れて行ってくれるようになってから思い存分犬と遊べるようになって破壊行為はやめてあげたでも暇だから毎日のようにいたずらはする。